ブレンハイムの戦い、ブレンハイムの戦いは、スペイン継承戦争における戦闘の一つで、1704年8月13日に、バイエルン選帝公国、フランス連合軍と、イングランド・オーストリア、新生ローマ帝国同盟軍が、現在のいつ、バイエルン州に位置するドナウ川流域の、ブレンハイム・ブレニムで争い、イングランド・オーストリア同盟軍が勝った戦いである。 イングランド・オーストリア同盟軍総司令官のマール・バラコー、ジョン・チャーチルがフランス軍相手に大勝利した戦いとして知られている。スペイン継承戦争が始まって、主戦場はネーデルラント連邦共和国、オランダ・イタリア・ドイツに絞られ、ネーデルラント戦線はイングランドからオランダに渡ったマール・バラコーが1702年から703年にかけてマース川付近で、 フランス軍を牽制しつつ、占領地域を解放していった。1701年に勃発した北イタリア戦線も、オーストリア軍の司令官プリンツオイゲンが1702年8月15日に、バンドムコを率いるフランス軍に、ルッツァーラの戦いで勝利、イタリア戦線を停滞させた。ところが、ドイツでは、危機が迫っていた。年月、バイエルン戦で、 南ネーデルラント、ベルギー総督を兼ねていた、マクシミリアン二世が、フランス軍の南ネーデルラント中流を認め、北のオランダを脅かした。のみならず、1702年3月に、新生ローマ皇帝の大官を狙って、フランスと同盟を結び、自らも、ドナウ川流域のウルムを9月8日に占拠、ラインガーサガンのストラスブールに駐屯していた、フランス軍もこうして10月14日に、 南端で、ビラール公が帝国軍の将軍、バーデン編共白、ルートビヒビルヘルムを撃破した、フリートリンゲン戦い。翌1703年には、パラール博がルートビヒビルヘルムの帝国軍を釘付けにしている隙を、ついて、ビラールがライン川を渡り、5月9日にドナウカ藩のリートリンゲンで、バイエルン軍と合流、帝国中央部に一大勢力を形成した。 同年にはハンガリーでラーコーチ・フェレンツ2世がフランスの援助でハプスブルク家に反乱を起こしラーコーチの独立戦争オーストリアの首都ウィーンは東西に脅威を抱える形となったさらに9月20日ヘキシュテットの戦いで帝国軍がフランス軍に敗北直後にアウクスブルクがフランスバイエルン連合軍の前に陥落ライン側に残ったタラールが9月7日に グライザ派を陥落せ、11月15日にシュパイアーバ派の戦いで、帝国軍に勝利して17日にランダウムを落とし、翌1704年1月にバイエルン軍がパッサウを奪い、ラインドナウ流域を占領するなど情勢は悪化。神聖ローマ皇帝レオポルト一世は1703年6月に、イタリアからウィーンに移ったプリンツオイゲンを軍事総裁に任命、合わせて、 イングランドに戻ったマールバラコーに援軍を要請する使者を派遣した。レオポルト一世の命令を受けた中英大使ブラティスラフ伯爵も政府に援軍要請を求めていた。マールバラコーは大陸遠征を承諾4月19日にイングランドを出港して21日にハーグに到着5月16日にイングランドオランダ帝国諸公の同盟軍を率いて マーストリヒトを出発した。マール・バラコーの下で従軍していたオランダは、フランス軍の脅威にさらされていたため、帝国中央のドナウ川遠征に難色を示していた。そのため、マール・バラコーは、バイエルンの南下ではなくモーゼル川とライン川の合流地点であるコブレンツに進軍すると発表した。フランス軍にも意図的に流したため、オランダのフランス軍を率いるビルロワコーは軍勢を二つに、 分け、半分はオランダに残し、自らはもう半分の2万の軍勢でマールバラコーを追撃する方針を取った。マールバラコーは5月18日にマーストリヒトからベトブルクに移動して、フランス軍の様子を伺い、20日に2万の軍勢を引き連れて出発した。ネーデルラントには、オランダの将軍アウエルケルク卿が残され、フランス軍と対峙した。 25日にモーゼル川を渡りコブレンツに到着。ハノーファー、プロイセン軍と合流。ライン川東岸に沿って南下しつつ帝国諸公の軍と合流してバイエルンへと進んだ。6月3日にマンハイムを通過してネッカー川をとか、6日にフィリップスブルク近郊まで迫った。フィリップスブルクからすぐ西にランダウがあったため、イングランド軍を追撃していたビルロワはランダウに向かい、 ストラスブールに残って帝国軍を牽制していたタラールも3万の軍勢でランダウに向かった。ところが7日、イングランド軍は方向転換した。フィリップスブルクへは向かわず南東に進路を取り、10日にムンデルスハイムーに到着してオイゲンと会見。翌日の11日にグロースヘパフ派に到着して13日にルートビヒビルヘルム及びオイゲンと打ち合わせ。 ライン側のフランス軍はオイゲンに任せ、マール・バラコーとルートビヒビル・ヘルム・バイエルンに向かい、フランス・バイエルン連合軍に立ち向かうことを確認。22日に、マール・バラコーらは4万の軍勢でドナウ川北岸のラウンスハイムについて東に移動。オイゲンは、ライン側の帝国軍3万を率いて、ビル・ロア・タラールらフランス軍6万を足止めすることになった。マール・バラコーの目的は、 ドナウ川を南下して帝国軍と合流、フランス・バイエルン連合軍を撃破することにあったが、フランス軍はオランダとドイツの2方面に分かれている上、前線にさらされているオランダは遠く南のバイエルンまで行軍することに反対だったため、マールバラ港はモーゼル河畔を戦場とすると周囲に嘘を流し、ライン川沿いを進みながら、後を追うフランス軍をライン川を渡ると見せかけて、牽制。 帝国軍との交流を果たした。また、総距離4 0 0トルを進軍できた背景には、周到な準備が重ねられており、大砲をはじめとする重い物資は、ライン川を使って上流へと先行させ、川は、周辺の領主にあらかじめ、船橋をかけさせたため、兵士が船橋をかける手間が省け進軍速度を、早められた。宿営地に部下を先行させて、現金。 補給物資を用意させたため略奪も起こらず、兵士と民衆の信頼を得られた。一方、マールバラ校の意図を読めなかったフランス軍は、オランダ側の軍を分割、ライン側からの回線が予想されたため手をこまねえて、ドナウ川への進出を許すことになった。フランスバイエルン連合軍にも動きがあり、アウクスブルク陥落前に、マクシミリアン2世とビラールが衝突。 ビラールはフランスへ召喚されフェルディナンド・マールさンと交代させられた。タラールも5月にバイエルンに援軍を送り、フランスバイエルン連合軍は合計4万に上がった。フランスバイエルン連合軍はラウンスハイム北東のディリンゲンに陣取っていたが、イングランド、帝国軍はここを素通りしてさらに東のドナウベルトを占拠することにした。 ここを占拠すればドナウ川以北の帝国諸行からの援助を見込めるほか、ウィーンとの連絡も取れるからである。7月2日にドナウベルトを落とすため、まず北のシェレンベルクという丘を攻撃したシェレンベルクの戦い、イングランド側の死傷者が6000に上るほどの激戦だったが、シェレンベルクを占領したことでドナウベルトも放棄され、フランスバイエルン連合軍は、 リリンゲンからアウクスブルクまで撤退、ウィーンまでのドナウ川上流は帝国側に渡った。マール・バラコーはドナウベルトからバイエルンに進行、村々から略奪を繰り返してバイエルンを荒らし回り、マクシミリアン二世をフランスから範囲させようと図ったが、タラールが援軍を送ったことでマクシミリアン二世との交渉は決裂、アウクスブルク攻略や再度のバイエルン略奪を完光した後に、 リリンゲンとドナウベルトの間に位置するヘヒシテットに、レータ。一方、ライン側のフランス軍にも動きがあり、7月1日に、タラールがドナウ川の連合軍と合流するため、ビルロワに3万を残して自分は、残り半分を連れて、ストラスブールからライン川を渡ったが、同じくドナウ川方面に進んだ、オイゲンの妨害で進軍が遅れ、8月5日に、 アウクスブルクのフランスバイエルン連合軍と合流、翌日の6日に、オイゲンもヘヒシテッドのイングランド、帝国同盟軍と流した。イングランド側は、ルートビヒビルヘルムが1万5千の軍勢で残る、ドナウ川沿岸のインゴルシュタットを落とすため、東へ移動、マールバラ港、オイゲンは5万2千の軍勢でヘヒシテッドで、ランスバイエルン軍を牽制する役目を引き受けた。フランス側はタラールが、 地球戦を主張したが、マクシミリアン二世に退けられて、決戦に向かい、10日に、イングランド、帝国軍は、フランス軍接近気づくとヘヒシテットからミュンスターに、後退、12日に、フランスバイエルン軍は、ヘヒシテット近郊のブレンハイムで婦人を敷いた。その暇に、イングランド、帝国軍は、翌13日、深夜のうちに、ミュンスターからブレンハイムへ移動。 早朝に戦場に到着した。戦場には、ドナウ川の支流ネーベル川が流れ、イングランド、帝国軍が北、フランスバイエルン軍が南に退治した。南岸の左手には広大な森に覆われた、ルッチンゲン、中央にオーベルグラウ、右で、ネーベル川とドナウ川の交流地点に、ブレンハイムという村があった。フランス軍はこの三つの村を拠点にしてイングランド、 帝国軍を迎え撃った。対するイングランド、帝国軍は、ブレンハイム・オーベルグラウを攻撃して、フランス軍を村に釘付けにして、動きを封じ、手薄になった中央を叩く作戦に決め、マール・バラコーが葬式を取ることになった。フランス・バイエルン軍は左翼を、マクシミリアン二世と、マルサンの二万三千が、中央は、タラールの三万五千、右翼ウヨックワクレランボー公がブレンハイムに布陣した。 イングランド、帝国軍は、左翼はカッツ京が担当、中央はマール・バラコンが三万八千で、大気、右翼はオイゲンが一万八千で婦人した。イングランド、帝国軍が攻撃に移ることは、フランス・バイエルン軍にとって予想外であり、タラールは初めミュンスターへの交代から、連合軍が北に撤退すると思っていた。しかし、相手の軍が、 目の前に展開していることで戦闘に移り、午前8時半頃に、フランス軍が砲撃を開始した。マール・バラコーは、右翼の体制が整ってから攻撃する方針で、オイゲンは森に阻まれ準備に手間取ったが、正午過ぎに、オイゲンからの連絡が届き進撃した。左翼のカッツ卿、ラムリーラはブレンハイムへ進み、フランス右翼と交戦した。イングランド軍は、砲撃にさらされ、 側面を、騎兵隊に疲れたりするなど苦戦したが、後続の援軍で押し戻し一心一体に持ち込んだ。中央は、マールバラコーの弟チャールズが、戦闘に立ち、ネーベル川を渡り、フランス軍に攻撃した。タラールは一度敵に川を渡らせ、ついで川を背にした敵を撃退するつもりだったが、兵力差がありこの行動は裏目に出た。右翼はオイゲンが、フランス最翼と交戦。 少数の軍勢で苦戦を強いられオーベルグラウの攻撃も撃退されたが、なんとか戦線を支えていた。ところが、ここで状況が一変する。クレランボーは中央から不評部隊を引き抜き、ブレンハイムに入れたのである。これによって右翼は増強されたが、その分中央は手薄になり、肝心の右翼もブレンハイムに封じられることになってしまった。マールバラコウもそれを見抜き、 かつ今日にブレンハイムへの突撃を控え包囲する、要指示、フランス軍右翼は、ブレンハイムに閉じ込められてしまった。中央はタラールが、中央左翼の騎兵隊を突撃させたが、マール・バラコーは、不評部隊の射撃で、撃退。続いて、イングランド軍中央右翼に、オーベルグラウから、フランス軍機下のアイルランド軍が攻撃。 イングランド軍のホルシュタインベック港が戦死して、軍の一部が敗走したが、マールバラ港は、自らネーベル側を渡り、中央右翼に援軍を送り敵を押し戻した。フランス軍はなおも攻撃を続け、左翼のマルさんが、前線のマールバラ港本体に、騎兵隊を投入したが、マールバラ港も威いに、騎兵隊の投入を求め、右翼からの反撃で、フランス騎兵隊を退けた。 午後4時になると、イングランド軍が優位に立ち、オーベルグラウは制圧、ブレンハイムも封じ込められたまま、身動きが取れなくなっていた。午後5時、マール・バラコーは、騎兵隊8000、不評隊15000を全面に出して、フランス軍中央への総攻撃を命じた。度重なる攻撃の失敗で疲弊していたフランス軍は、抵抗できずに敗走、クレランボーラ多くのフランス兵が、 ドナウ川に飛び込んで溺死、タラールは逃亡しようとして、失敗、捕獲された。右翼は激戦で疲弊していたため、フランス軍左翼を取り逃がしたが、ブレンハイムで孤立したフランス軍右翼は、カッツ教王、チャールズ・オークニー教ラに包囲され、くじに降伏した。イングランド、帝国軍の死者は4500人、負傷は7500人だったが、フランスバイエルン軍の損害は、死者2万人。 捕虜1万4千人を合わせてイングランド、帝国軍の3倍近くに上った。ブレンハイム戦後、21日にインゴルシュタットを降伏させたルートビヒビルヘルムは25日に、マールバラ港、オイゲンと合流、9月6日から8日にかけて、フィリップスブルク付近でライン側をリランダウ包囲に取りかかった。11月28日にランダウは、陥落。 9月10日にウルムが降伏したことにより、ドナウ川沿いは帝国側の手に入った。マクシミリアン2世とマルサンは戦場から離脱した後、救援に赴いたビルロアと合流したが、逃亡者が続出して、敗戦の板手から立ち直れず南に引き下がり、マクシミリアン2世は南ネーデルラントへ逃亡。バイエルンはイングランド、帝国連合軍によって占領され、 戦争終結までこの状態が続くことになる。マール・バラコーは、ランダウホー方位を、ルートビヒビルヘルムに、南のビル・ロア率いるフランス軍監視はオいゲンに、任せると、モーゼル川流域に向かいトリイヤの救援で、フランス軍の占領を阻止、モーゼル川流域の制圧に見通しをつけて、一旦ランダウに戻り、プロイセンに、援軍派遣の約束を取り付けた後ハノーファーを、訪問、12月14日に、 イングランドに帰国した。アン女王からは、ブレンハイムの戦いの御恩賞として、オックスフォードの領地を与えられ、マールバラコーはここで、ブレナム宮殿の建設を始めた。イングランド、帝国軍の将員は、マールバラコーが不評と騎兵の連携で敵の攻撃を、ことごとく退け、危機に陥っても手早く、援軍を派遣して対処した点にある。オイゲンは、 敵より少数で苦戦を強いられたとはいえ右翼で耐え抜き、マール・バラコーとの連携で付け入る隙を与えなかった。敵右翼がブレンハイムに閉じこもった失策もあり、終盤に反撃して敵の大半を殲滅できるまでになった。マール・バラコーはこの大勝利で一躍名声を博し、以後の戦闘でも活躍していった。ただし、オランダとイタリア戦線はなおもフランス軍が退治しており、 マールバラコーとオイゲンはしばらくオランダイタリアを転戦することになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。